こんにちは、タケです。今回は適応障害は人生を好転させる分岐点というテーマでお話ししたいと思います。タイトルを見て不思議に思っている人もいると思います。今回は適応障害や人生うまくいかないなと悩んでいる人に衝撃の事実を知ってもらうための動画です。ところであなたはこんなことで悩んだことはありませんか？心が弱い自分はダメなのかな？自分を変えたい、本当はやりがいを感じるような活動に没頭して毎日充実感を感じる自分になりたい、こんな経験あるんじゃないでしょうか？安心してください。この動画を最後まで見ればたとえ適応障害で悩んでいたり自分に自信がない、私には何の価値もないと思っていたとしても、その経験はより魅力的なあなたになるための過程であるということがしっかりわかります。あなたが今抱える問題というのは言ってみれば入場料のようなものです。それはもう十分すぎるくらい支払われているんです。そして目の前の物事に誠実に向き合ってきたあなただからこそ、これまでの経験を今あなたが本当に進みたい道に進むための学びと成長に変える機会がやってきたんです。でもこの動画を見てあなたが自分は変わることができるということを自分自身でしっかりと理解しないと、あなたの問題が本質的に解決することはありません。頑張れば頑張るほどまた苦しい状況に陥ってしまいます。それくらい適応障害という経験は自分自身の行動が大切だということです。実際に僕は自分には何の価値もない、もう誰とも関わりたくないと思っていましたが、今では全く経験のない YouTube の発信活動や新しい挑戦に踏み出すことができ、適応障害になる前よりも成長していると断言できます。もちろん僕だけではなく講座生の皆さんも今抱える問題を本質的に解決する技術を身につけることで間違いなく前に進んでいっています。本当に素敵な皆さんです。僕が YouTube を通してあなたに伝えたいことの一つとして、適応障害や心の問題を本質的に克服するという経験はあなたが今後復職、転職、独立などどんな選択、どんな行動をするにしても間違いなくあなたの力になる貴重な技術になるということがあります。というのも僕は本当は人と関わりたい、行動したい、自分を変えたいと思いながらも、人とうまく関わることや目標に向かうための行動が3年以上できず、そういったいろいろな問題が積み重なって適応障害になったんですね。そこからそんな自分を本当に変えなきゃいけない、ここで自分を変えなければもう一生変われないと思って、そもそも心が弱いって何なのか、なんで行動ができないのか、どうすれば今自分の抱えるこのような課題を解決して行動できるようになるのか、自分を変えることができるのか、もっと人の役に立てる自分になれるのかということをめちゃくちゃ調べて実践しました。そうした学び、行動、改善を繰り返して、適応障害で何も気力が起きなかった状態から今では YouTube を通してその経験や知見を発信できるようになっています。これは僕がすごいとかそういう話ではなくて、ただただ現状を受け入れて問題に対処したというだけなんです。僕があなたに心から伝えたいことは、心が弱い、自信がない、行動できないという課題は元々の性格や考え方、能力とかは全く関係なくて、しっかりと技術を身につければ解決できるということです。そしてその解決のタイミングは今しかないということです。もしこの動画を見ているあなたが自分の考えややりたいことを自信を持って表現できる自分になりたい、より人に貢献できる自分に成長したい、適応障害という経験を通してより魅力的な自分になりたい、そう思っているのであれば、今回もかなり貴重な話をすることになります。この動画を最後まで見てあなたが少しでもためになったと思ってくださいましたら、その時はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。少し前置きが長くなりましたが、本題をお話ししていきたいと思います。それではスタートします。はい、ということで本題に移っていきます。タイトルにもありますが、適応障害は私たちにとって人生を好転させる分岐点です。いや、タケさんどういうこと？普通は辛い経験をしてるんだから、それで人生が好転するなんて考えられないっていう風に思いますよね。中には周りと比べてうまく仕事ができない自分やうまく関われない自分をずっと責めてしまうという方もいるかもしれません。そんな今の状況が人生を好転させるってどういうこと？っていう風に思いますよね。気持ちはすごく伝わってきます。一つ誤解しないでほしいのは、これはただ休んでいるだけで人生が好転するとか、あなたが変わっていけるという話ではありません。ある条件を満たした時のみあなたの人生は適応障害をきっかけに好転します。つまりあなたの住みたい方向に進んでいけるようになるということです。
厳しい現実ですが、適応障害を根本から確実に解決できるであったり、悩みを解決してあなたが確実に変われるといった万能薬のようなものは現代社会にはまだありません。でも万能薬はありませんが、法律的な方法はあります。その一つが今回紹介するある条件です。それに気づき行動を始めた瞬間、断言します、あなたの人生は好転します。ではそのある条件とは何なのか。それは今のあなたでは乗り越えることができなかった問題に対処する新しい技術を身につけた時です。いやいや、タケさん、抽象的かつめちゃくちゃ当たり前のことじゃないですかって思いますよね。でもこれは分かっているのと実際に行動するのでは天と地ほどの差があります。適応障害や心の問題でつまずいた時というのはあなたが変わる最適なタイミングです。もっと言うと、今変われなければ次に変われる機会というのは一生訪れないかもしれません。そしてその自分を変える方法というのが今のあなたでは乗り越えることができなかった問題に対処する新しい技術を身につけるということです。ここで一つ大切なこととして、医療機関やカウンセリング機関の専門家の方とお話しする、休んでいれば解決するという受け身な姿勢ではなく、自分が変わることで解決するんだという主体的な姿勢が重要であるということです。誤解しないでほしいのは、専門家を頼ることや休養を取ることはもちろん意味のある方法です。それは否定しません。専門家の方は正しい知識や技術をお持ちだと思います。しかし現代社会の技術やその構造上、適応障害を本質的に克服する、あなたの悩みを根本から解決するために万能薬を処方することや、一人一人の課題に合わせた個別性の高いサポートをすることはできないんです。だから厳しいかもしれませんが、誰かが自分を変えてくれると受動的な姿勢でいるのではなく、自分が変わるという主体的な姿勢でいることがとても大切だということです。だからタケさん、そんな当たり前のことは分かってますよって思うかもしれません。でもね、ここがさっき私が言った分かっているのとできているのでは天と地ほどの差がありますよって言った理由になります。あなたに一つ質問です。あなたは自分自身の抱える課題を乗り越えたと自信を持って言える経験はありますか？例えば人とうまく関われない自分を変えたいと思うのであれば、コミュニケーションの技術を身につけ解決、お金に心配があるのであれば副業や資産運用を始めて解決のための行動をする、このような現在あなたの思う課題を解決するといった経験です。どうでしょうか？当たり前のように見えてなかなか行動できないというのが本音ではないでしょうか？では心の問題でつまずかないためには、今後心の問題でつまずくことなくあなたの進みたい道に進んでいくためにはどうすればいいと思いますか？もうお分かりですよね。今のあなたでは乗り越えることができなかった問題に対処する新しい技術を身につける、これだけですよね。言葉で伝えると当たり前でしょって思うかもしれません。でも自分の直面した問題をその都度その都度対処して乗り越えるということを呼吸するくらい普通にできるという方はどのくらいいるでしょうか？おそらくほとんどいないと思います。ここすごく重要なポイントです。僕はこのような経験がないことを悪いと言いたいわけではありません。むしろ逆です。あなたは今が変わるチャンス、成長できる貴重なチャンスに巡り合えているということを伝えたいんです。もしあなたが自分の思う課題を自分自身の力で乗り越えるという経験がまだないのであれば、適応障害を本質的に克服するという経験が最初の経験になるということです。だから心の問題や適応障害という現状で悩んでいるあなたは、今が主体的に行動して自分を変えていく最適なタイミングであるということです。一つ課題を解決したという経験があれば、次課題に直面した時もあの時と同じように行動すればいいんだということが分かってきますよね。だからここで現状の課題を本質的に解決するという経験ができれば、あなたの人生は確実に好転させることができます。しかしこれは逆に言うと、今行動できないと一生変わらない可能性だってあるということです。でもここまで聞いてみても、適応障害や心の問題に悩んでいる現状が人生を好転させる機会であるということをイメージしにくいという方もいらっしゃると思います。僕はあなたに、適応障害でつまずくことは弱いことでも悪いことでもない、あなたには成長のチャンスしかないということを心から伝えたいです。なのでここからは
今の自分では乗り越えることができなかった問題に対処する新しい技術を身につけることで、適応障害という経験が人生を肯定させる機会に変えられることを、この動画を見ていただいているあなたと一緒に理解できるように具体的な事例を用いて解説していきます。ここ集中して聞いてよく考えてみてください。ここに A さん、B さん、C さんという方がいます。こちらがそれぞれの方の適応障害になる前、なった時と適応障害を克服した後のご状況です。 A さんは上司の方から人格否定を繰り返し受けていて、それが一つの原因となり適応障害になりました。もう将来が考えられないととても悩んでいましたが、その後ある技術を身につけ、適応障害や現状の課題を本質的に克服して、仕事や人間関係まで良好に築き、毎日成長や充実感を感じる日々を過ごされています。同様に B さん、 C さんも悩みを抱え適応障害になりましたが、適応障害を本質的に克服し、自分の進みたい道に進み、毎日充実感を持って過ごされています。はい、それぞれの方の状況はイメージできましたでしょうか。ここであなたに一つ質問です。 A さん、 B さん、 C さんは適応障害や心の問題を本質的に克服するためにどんな行動をして、どんな技術を身につけたと思いますか。少し考えてみてください。はい、考えはまとまりましたでしょうか。それでは答えをお伝えします。 A さん、 B さん、 C さん、自ら主体的に行動することで問題を解決し、確実に人生を好転させた技術、それは普段から心の問題や悩みに対処する技術、これだけです。とてもシンプルです。ここで何を伝えたいかというと、心の問題は背景が異なり複雑ですが、解決の方法はシンプルだということです。この技術を身につけたことで A さんも B さんも C さんも適応障害になる前よりも成長して、日々やりがいを感じながら過ごしたり、進みたい道に進んでいくことができています。実はこれは僕も全く同じです。僕も過重労働や人間関係など要因はありますが、自分を変えたい、何か挑戦したいと思いながらも、心が弱い、自信がないと悩み、行動ができず、いろいろと悩みが積み重なった結果、適応障害になりました。でも人間関係で悩んでしまうのであれば、人間関係をうまく築いていく力を技術として身につける。心が弱い、自信がないと悩むのであれば、そんな自分を変えていく。あるいは、心が弱くても、自信がなくても、問題のない自分になる力を技術として身につければいいだけです。目の前の問題、そして今後私たちが遭遇する問題を乗り越える方法、それは現状を受け入れる、効果的な行動をして改善する、これだけです。とてもシンプルなんです。ここ大切なのでぜひ覚えておいてください。適応障害は弱いことでも悪いことでもありません。あなたの人生を好転させる分岐点です。でもそれはある条件を満たした時のみ人生を好転させる機会になります。そのある条件とは、今のあなたでは乗り越えることができなかった問題に対処する新しい技術を身につけた時です。ここで大切なのは、誰かが自分を変えてくれると考えるのではなく、自分が変わるという主体的な姿勢でいることです。もしあなたがこれまで自分の思う課題や問題を自分自身の力で乗り越えたと自信を持って言える経験が今はまだないのであれば、適応障害を克服するという経験が最初になります。一つ課題を乗り越えるという経験ができれば次も一緒です。あの時はこうやって乗り越えた、だから今回もこうやって乗り越えられるという自信につながりますよね。心の問題を本質的に克服するという経験は、あなたが今後仕事、人間関係、環境の変化など、どんな選択、どんな行動をするにしても必ずあなたの力になる、全ての基盤になる経験になるはずです。だから心の問題で悩んでる現状を周囲に比べて劣っているとか、自分は弱いと思う必要はありません。むしろ逆です。今の課題を解決せず、自分がどんな道に進みたいかもわからないまま漠然と日々を過ごし続ける方が、あなたにとって損をする結果につながってしまいます。心が弱くて行動できないなら、心が弱くても行動できる技術を開発をして、医療機関やカウンセリング機関を頼ってしまうようになっているのであれば、医療機関やカウンセリング機関を頼らなくていいような自分になるための力を技術として身につければいいだけです。今日あなたは A さん、 B さん、 C さんのように適応障害を本質的に克服するということは、自分の行動次第で人生を好転させる機会にすることができるという知見を得たはずです。だからどうぞ、あなたが今日からできるアクションは、まずはあなた自身が自分次第で自分を変えることができるということをしっかりと理解することと、自分で変わるという主体的な姿勢でいることです。
そしてあなたが適応障害を本質的に克服したい、自分を変えたいと思うのであれば、普段から心の問題や悩みに対処する力を技術として身につけることが大切です。もしかしたらここまで聞いても自分が変われると思えない、結局行動できないんじゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれません。でも安心してください。大事なのはここからです。何度も言いますが、心の問題で悩むということは悪いことや弱いことではありません。適応障害、休職、退職、一般的に見るともしかしたら失敗しているように見えるかもしれません。でもそんな一般論や第三者の意見なんて本当に関係ありません。大切なのはこの適応障害という経験に対してあなたがどう向き合い、何を学び、今後にどう生かすのかということです。人間関係の悩みを抱えたのであれば、今後うまく対処するにはどんな行動をすればいいのか、仕事で悩みを抱えたのであれば次はどう対処すればやりがいを持って過ごすことができるのか、行動として技術として改善を図ればいいだけです。ほとんどの人は自分を本気で変えたいとは思っていません。これは偏見とかではなく、人は防衛本能の現れで自動的に現状維持を好んでしまうんです。人は成長したり変化していくことができるけど、それは何かきっかけがないと難しいですよね。つまり自分を変えたい、もっと人に貢献するために成長したいと思っていても、何かきっかけがないとなかなか変われないということです。このきっかけというのは何かの物事に深く向き合わないと出会えないです。でもこの動画を見ているあなたは違いますよね。あなたはこれまでに様々な物事を深く考察して取り組んできたからこそ、今悩みや問題、困難にぶつかっていると思います。言ってみればそれは入場料のようなものです。それはもう十分すぎるくらいに支払われているんです。そして目の前の物事に誠実に向き合ってきたあなただからこそ、これまでの経験をあなたが本当に進みたい道に進むための学びと成長に変える機会がやってきたんです。今があなたの人生を好転させる分岐点です。現状に向き合ってあなたの思う課題を解決するという経験を通して進みたい新しい道に進むための一歩目にするか、それとも少し道筋を変えてこれまでと同じ道を進んでいくのか、この選択は他の誰でもないあなたに委ねられています。適応障害の症状を改善して復帰することは大切ですが、もっと大切なことがあります。それはあなた自身が適応障害、行動できないという現状をどう捉え、どう克服するか、そして克服した先にあなたがどうなりたいかということです。ストレスの多い仕事、うまくいかない人間関係、突発的な環境の変化、これらはすべて人生の問題に対処するための新しいより良い技術を身につけて成長していくチャンスです。断言します。たくさんの面白いチャンネルがある中、こんな専門的な動画を見て現状に向き合っているあなたなら必ず素敵な未来に進む選択ができます。あなたは絶対に大丈夫です。一緒に乗り越えていきましょう。こちらの公式 LINE では3年以上行動に踏み出すこと、継続することができず、メンタルの悩みを抱え、適応障害になった僕が、3ヶ月で適応障害を本質的に克服して、新しい挑戦に踏み出し、新しい仲間に出会えた方法の配信と、あなたが心の問題でつまずくことなく、やってみたい挑戦や新しい仲間に出会い、毎日充実感を感じながら過ごすことができる、一生もののスキルを身につけられる環境を用意しています。科学的根拠のある新しい技術を身につけることで、行動できない、継続できない、心が弱いという悩みを解決して、やってみたい挑戦に踏み出せない自分を変えたい、価値観の合う仲間と今この瞬間から毎日充実感を感じられる自分になりたい、より魅力的な自分になりたいと本気で思うのであれば、ぜひこの動画の下の概要欄から僕の公式 LINE を友達追加して定期配信を受け取ってみてください。ということで今回も最後まで動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくださった方は、コメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。今回話したことをコメント欄にアウトプットするだけで確実に実践につながります。あなたが変わっていく一歩目として、ぜひコメント欄に学んだことをアウトプットしてみてください。今回の内容以外にも心の問題の克服や人生の課題を乗り越える役立つ知見を見逃したくない人は、ぜひチャンネル登録とその横のベルマークのクリックをよろしくお願いします。この動画を見てくださってるあなただったら、これからも困難を乗り越えていけると信じています。一緒に乗り越えていきましょうね。それでは今回の動画もご視聴いただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。